桃地 ED、タイエザボーイ、ガイルのこの白熱した試合では、両者ともにストリートファイター6の現在のメタを巧みに活かし、卓越したスキルを見せました。桃地は ED のスペースコントロールを駆使し、正確な攻撃と素早いコンボでエザボーイにプレッシャーをかけ続けました。一方、エザボーイはプロジェクタイルとソニックブームの戦略的な使い方で、距離を保ちながら難攻不落の壁を作り上げました。この試合の本当の見どころは、攻防の中での適応力と相手の動きを読む力でした。各決定が試合の展開に大きく影響し、両者が防御と攻撃のオプションを最大限に活用していました。この試合は、現在のメタを生かした戦略がどのように有効であるかを示す絶好の例です。試合は最後の瞬間まで緊張感に満ちており、非常に予測不可能でした。この技術と戦略をぜひ学んでください。チャンネル登録をしていただき、ありがとうございました。あら、そうがいい。ここで弾を撃つ。回復はしっかり出ている。落ち着いて相手の動きは見えている。いいよいいよ。さあ壁を背負わせて、もう逃げられないぞといったところ。ここからが大事だな。さあさすがの距離、ドット単位の見切りができるか。プレイヤー1、ドライブゲージは残りました。ここからの立ち回りは難しくなる。これまでの動きから両者は何を感じ取ったか。意識のアンテナは上にも張られていた。ここで決めるその弾力、あっぱれ。ここは SA を選択。この判断がどういう結末を生むか。ワンツースリーでサイコブリッツ、投げを倒しきる。見事一本取っていく。さあこれはどう見ますか。鬼気迫るその戦いぶり、見事だ。さあ次のラウンドも見ていきましょう。様子見の開幕飛びろか。ここは SA を選択。この判断がどういう結末を生むか。あ、今のは素晴らしいね。壁に追い詰めた、チャンスになる。さあここからだ。プレイヤー2、うまく切り返して、ソニックを打ってドライブラッシュで前に出る。ソニックで牽制する。あと少しだ。ソニックブームが来る。気づけば体力はわずか。ソニック攻めのドライブラッシュ。さあカウンターが決まる。これは痛いダメージ。これはでかいのが入ったか。ソニックうまくオーバードライブアップ。ここからチャンスになるか。現在距離がドライブラッシュから一発ゲない。高速でこの状況からここでバーンアウト。ここまでなのか。ソニックブームが来る。逃げ場はなく、まさかの削りルート。そういうことだ。さあ次で最終決戦、もはや気持ちの勝負となった。最後まで諦めるな。強く打っていく。さあ勝利を手にするのはどっちだ。最後まで気を抜くでないぞ。飛びは落とす。見事だ。SD ゲージも気づけば溜まっていた。ドライブラッシュで前に出る。両者画面端から中央での戦い。いやどうだ。ここはどう出る。両者リソースは十分。勝ち筋をふんだんにドライブして、ソニックブームが来る。受け取る。いいのが入った。ソニック前に出てみた。チャットで取った。反撃が始まる。投げる。あっぱれ、やるではないか。ゲージを使ってきた。プレイヤー1、ここが勝負どころ。ドライブラッシュか。中足使ってきた。ここはダメージ重視の選択。ここで勝負。注目していきましょう。今回生き贄となるのはどちらだ。さあまさか飛び道具での構成。さあラウンドはまだ序盤。さあ張り切っていってもらいたいね。まだまだ序盤。どこから試合は動き出すのか。
下がりきれない距離、どのように試合を作っていくか。ターゲットコンボできっちりダメージを取っていく。さあ出し合いの距離、ドット単位の見切りができるか。さあ SA ゲージはまだ少ない、溜まるまで待つか、そのまま行くか。投げ、あー今のは素晴らしいね。さあパリーも見せながらプレッシャーをかけながら、プレイヤー1画面端を維持することでダメージは蓄積していく。届いた、いいね、とどめまでしっかり。プレイヤー1、ここはきっちりラウンドを取っていた。次はどう動くか。全く素晴らしいね、見事に決めていった。今後の展開にも期待していきましょう。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。どっちも動けてはいるんだろうね、きっと。試合は始まったばかり、どこから仕掛けるか。頑張って、ここで先生火力を上げる。いいよいいよ、早い仕掛けで試合を展開するか。来る、追い詰められてしまった。どうした、いけるだろう。プレイヤー2、ゲージ管理が難しい。ドライブはしにくい。中足がヒット、バリードライブに攻めのドライブラッシュ。足元を狙っているか。何を狙っている。この鳥はガードママニュー。ソニックを打って、飛び道具をアクセントにきっかけをつかむか。プレイヤー2、ここはガン、ここで SA、 試合を動かしに行く。ここで SA にゲージを回してまとまったダメージを取りに行った。中央まで戻ってきた。遠距離での様子に両者はこの時間どう使うか。画面とは裏腹に両者の思考はフル回転している。ここは攻めたいところ、攻めのドライブラッシュ。ソバット振って、これはドライブ、ダイバーフラッグ、繋いできた、ここでバーンアウト。リバウンドの技だ、面白い。ED サイコパワーを操る青年シャドルーの実験により、少年から急激に成長、他の実験体を解放しようと旅をしている。気の短さと口の悪さはバイソン仕込み。ヘイツ、理想ばかり言うやつ、ベガ、注射、ライクス、ボクシング、完全勝利。ハイト 182cm、 ウェイト 86kg。 見てくれてありがとう。